どうも皆さんこんにちは、 J リーグお決まりチャンネルのハリボーです。さて今回は新体制発表も終わったということで、2024シーズンに向けた横浜 F マリノスのオフシーズンの動向を振り返っていきたいと思います。昨年と比べると入れ替えは抑えめですが、新加入選手の簡単な紹介も含めて見ていきたいと思います。まずは移籍動向から、退団選手はこちらになります。1年前と比べると退団による戦力ダウンというのは最小限に抑えられたのかなと思います。ビルドアップ面を考えると角田の退団は痛いですが、終盤戦に見せた覚悟というのは全員に伝わっていたと思います。昨年はキャンプから好調を維持し、代表選出もされるなど一味違う面を見せてくれたシーズンでした。その中で怪我が続いたというのは非常に痛かったですが、今度は代表選手として日本に帰ってきてくれることに期待しましょう。ボビーに関してはキャラクター面では欠かすことのできない最高の選手でしたが、やはりこのサッカーへの適応という点で難しかったのかなと思います。まだ年齢的にも先は長い選手ですし、彼にも期待しています。杉本はリリースには出ていなかったものの、怪我による離脱が結構長かったのかなというところです。それでも終盤苦しい時期のゴールは1点以上の価値があったと思っています。木田も最後にコメントしていましたが、札幌戦のゴールの時の周囲の反応を見れば、彼が地道に頑張り続けていたっていうのはすごくよく伝わったかなと思います。苦しんでいた井上に対してもアドバイスする良き先輩としての一面は意外でしたが、こちらも印象的でした。その他の選手に関しては、現状のスカット立ち位置を考えると致し方なしかなという印象も受けます。一方継続的に試合に出ている松田、田川はレンタル延長ですが、彼らは来年以降戻ってくる可能性も十分あると思うので、レンタル先での大活躍を期待したいところです。続いて新加入選手、対談選手も限定的で主力の大半が残留したこともあり、こちらも動きとしてはおとなしめかなと思います。2年連続で2月のキャンプ中に大きな動きがあったので、ここは油断はまだできませんが、ひとまずは安心かなといったところです。まず即戦力候補として考えられるのはゴールキーパーポープウィリアム、またしてもベルディユース出身の選手ということで、それでもマリノスサポーターからすると十分信頼できる選手なのではないでしょうか。昨シーズンは終盤調子を落としてしまったようですが、発言などを見ると結構リズムでいろいろ追求できる選手なのかなという印象です。190オーバーという身長も魅力ですし、とにかくキャンプで多くのトライアンドエラーを繰り返していってほしいかなと思います。そしてもう一人、待ってましたというべきか、天野純がレンタル席から帰還しました。皆さんが思うより僕はマリノスのことが大好きですという去年のコメントもあったので、心配はしておりませんでしたが、いざ帰ってきてくれると嬉しいものですね。新体制発表でなぜか日本語が片言だったのが、唯一の懸念点にはなりますが、進化した左足というのを、ピッチの上で見せてくれるでしょう。その他の選手は昨年苦しんだ怪我人への対処という観点から、ほとんどの選手が複数ポジションできる選手となっており、こちらも理にかなった補強かなと思います。山村に関してはボランチやセンターバックというのがベースで考えられますが、私たちとしてはトップ下山村のトラウマが思い出されます。そういえば天皇杯決勝で点を決められた山村、水沼がまさかマリノスでチームメイトになるとは、これもわからないものですね。山村も新加入選手恒例、初日の練習での強度の高さに驚き、かなりしんどそうにはしていましたが、タイトル獲得の経験も豊富なベテランとしてプレー以外でも多くを還元してくるのではないかと期待しています。新潟から来たセンターバックの渡辺は前橋育英で角田との同級生です。新潟のビルドアップのうまさというのは昨年身をもって痛感したと思いますし、センターバックとサイドバック両方でできる左利きという点も貴重なところかなと思います。東京ヴェルディから移籍してきた加藤蓮はあまりスタメンとしては昨年出ていなかった選手ですが、サイドバック、ウィングの左右両方でできる点というのが魅力かなと思います。高野亮や小池雄太に通ずるガンガン駆け上がる系のサイドバックとしてマリノスの攻撃に新たな色を加えてほしいかなと思います。吉田真人に関してはすでに昨年 J1 でもデビュー済みなので、新加入感は薄いですが、個人的に気になったのは空中戦に自信があるという本人のコメントでした。上背自体はないんですが、ビルドアップ以外のこうした面でも期待したいかなと思います。残るは若手ユース組の機関寺門と上田です。寺門に関してはとにかくごつくなったなという印象です。経験値としてはポープやイクラの方に部がありますが、ユースの頃トップのキャンプにも帯同していましたし、その際キックの上手な選手だなという印象は持っていたので、試合に絡む可能性は十分あるかなと思います。上田に関しては今のスカットだとすぐに試合に絡むのは読めない点があり、
ありますが、まあ、夏の藤田の移籍後に出場時間を伸ばした山根や榊原のように、まあ、徐々に試合に絡んでいけるのではないかなと思います。まあ、守備的な戦術を取っていた栃木で、まあ、ボール出しのところは伸びたとは言っているので、まあ、他のボランチの選手との違いもここで見せてくれればなと思っています。さあ続いては全体のスカッドについて見ていきましょう。今年からチーム数が増えたためリーグの試合数も38試合に増加、さらに ACL との並行も考えると、まあ、選手数が増えるのは致し方なしかなと思います。まあ、さらにこのタイミングでの動きは現状ないですが、まあ、夏のタイミングで出る選手もおそらくいると考えると、まあ、スカッドを厚くするというのは可能性としては十分にあるのかなと思います。あとは背番号に関して変わった選手が何人か、まあ、個人的には若い番号が開くのは好きではないので9、10、11が新たに埋まってくれたのは嬉しい限りです。特に9番に変更した西村は昨年非常に苦しんだ分、新監督の下で新たなきっかけを作ってくれると嬉しいです。さあその新監督ハリー・キューエル、まあ、プレミアでバリバリやっていた頃は私はあまり知らず、まあ、オーストラリア代表で日本の前に立ちふさがったというイメージの方が強いかなというところです。まあ、監督経験はほぼなくトップリーグでの指揮は初とのことです。まあ、現在はセルティックでコーチを務めていましたが、今度はこちらが引き抜く形となりました。前田大然が最近ウイングとして新境地を開拓しつつあるのはこのキューエルコーチの指導によるものが大きかったと発言しています。まあ、特にブラジル人以外で苦しんだ日本人選手たちにとって、まあ、いいヒントが得られるのではないかなと思っています。まあ、井上や水沼あたりも不完全燃焼感は強いと思いますし、まあ、やはりウイングの破壊力なしにマリノスの攻撃は成立しないと思うので、さらなる成長に期待しましょう。さあ今回は以上となります。まあ、キューエル監督も新たな布陣を想定しているという匂わせコメントもあったので、まずはキャンプで何を試すか、これは非常に楽しみにしたいと思っています。まあ、今後は開幕前の展望なども含めてお話しできればと思いますので、お楽しみに。またこちらのチャンネルでは他にも名古屋グランパスやガンバ大阪の動画もアップしておりますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。